今からルームツアーを始めます。私の部屋は 6.2 畳しかないので、できるだけすっきり見せれるように心がけています。まず紹介するのがこちらのテレビ台になってます。クリーマーというアプリで購入しました。約1万円ほどです。テレビボードと検索したら出てくると思います。こちらがニトリで購入した鏡なんですけど、下がこの上になっているのですごくお気に入りです。約1000円ぐらいで買いました。でこちらの突っ張り棒の棚は約3000円ぐらいで楽天で購入しました。突っ張り棒のになっているので、ここにフックをかけていろんなものがかけれるのですごく便利です。一番上を紹介します。一番上はダイソーでほぼ購入しました。ほぼ全て100円なんですけど、これだけダイソーの300円で買いました。こちらがマスク入れになってます。で次に2段目も同様に、こちらもマスク、こちらはハンカチ入れになってます。でこれはアマゾンで購入したんですけど、アクセサリー入れで、中がこのように鏡になってるので立てかけてもすごく可愛かったです。お気に入りの香水を入れたり、リップを入れたり、自分で作ったビーズの指輪を入れてます。で下の段が無印のバッグになってます。200円ぐらいですごく安かったです。あとこちらが無印のアロマポットと大理石風の入れ物です。これもアマゾンで1600円で買いました。で一番下が部屋着を入れてます。次にこちらのベッドなんですけど、ベッドは無印で買いました。できるだけ低いベッドが欲しかったので、無印にちょうどいい感じのベッドがあったので、ベッドは無印です。布団カバーも枕カバーも全て無印です。でこちらのベッドサイドテーブルは IKEA で購入しました。2000円ほどで購入できたので、すごい安くて可愛くて最高です。でこれがニトリで買ったもので、多分1000円ぐらいで買いました。こういう感じでリモコンを入れることができるので収納ができます。でこちらなんですけど、毎日基礎体温をつけてて、 Bluetooth で自分の体温を管理することができます。携帯電話で、すごくおすすめです。こちらがこんな感じです。こちらもドライフラワーの入れ物3つセットで IKEA で購入しました。覚えてないんですけど2000円ぐらいだったと思います。この中にはアイロンが入ってます。でこちらがヨガマットで、たまに運動をしたりしてます。これが体を伸ばすやつだったりとか、1キロなんですけどダンベルを持って運動をしてます。こちらは楽天のタンスの弦で購入しました。約6000円ぐらいで、ですごくしっかりしてて、プラス調整も効きます。背もたれの部分の調整も効きます。でこれが楽天のローヤで購入しました。引き出しには化粧品が入ってます。でここのガラス張りのところにもアクセサリーとか除菌シート、スイッチを入れてます。このような感じでいつもテレビを見てます。でこちらなんですけど、最後に全身鏡になってます。こちらの全身鏡は後ろに収納ができるのですごく便利です。フックになっていたり、とジャケットをかけたりしてます。この一番下にスピーカーを置いてるので、 Bluetooth でつなげて音楽を楽しんだりしています。全体的にこんな感じです。あと体重計も置いてます。こちらが多分約1万円もしなかったと思います。 IKEA で購入しました。で収納がスペースがすごく少ないので、長い羽織物とかはこのような感じで100均に売っている服でかけてます。冬にすごく役立ちました。